どうも粉丸です木太郎です今日はエンティームが NHK ミュージックエキスポに出演したのでそちらの話をしていきますまあこの NHK ミュージックエキスポはさすごいいろんなアーティストが出てしかも45分なのにすごいなんかめちゃくちゃ濃い完備番組だったね,ねえ,えごめんちょっとエンティーム関係ないかもしれんけどさなんかさ 結構早かったじゃん、スピードの展開も。そのアーティストの豪華さもあるからさ、なんか、特番でやるやつ、まあ、これ特番なんだろうけど、なんか2時間の特番でやるようなやつじゃんと思ってさ、うん。うん でもなんかランキングってさ結局日本のさ民放ってさランキングすごいから <laughs> ランキングがハサミがすごいからさ過去のほんと昔のやつ、うん、夏めろみたいな差し込んでワイプでーわーみたいなさちょっと私は苦手なんだけどあれないとこういう風な感じなんだって思ったわ、うん、<laughs> マジでいやマジでそうだからさ何ていうのだっってて他のの民放の特番とかって 本当にこのアーティスト数で4時間ぐらいやるから。4時間 <laughs> うん。4時間余裕で、余裕でやるよ。そう VTR とか使って。まあ4時間ちょっと思ったけど、まあ2、3時間はこのアーティスト数、7組、8組でそれぐらいやるから、うん、うん、なんかさ、こんなに濃密でギュッとしてテンポいいと45分で収まるんだっていうね。わかる。わかる。まあ CM ないからっていうのもあると思うけど、うん。でもなんか、え、これ、そうう、めっちゃいい番組だったなと思って、だから。 うん。いやマジで良かったえ。しかもさ。なんか照明良かったよね。<laughs> マジで、うん、うん。いやすっごい見やすかったし、やっぱ曲に合っとったしね。うーんなんかカメラワークもそうじゃない。なんなら。 うん、なんかさそのエンティームもそうだしペジーズとかさ最後エンディング要請あったもんねなんならあったあったあったすごい照明も確かになんかベニューってさちょっとゴニョゴニョみたいな時あったんだけどうんやっぱちょっと暗めみたいなうんうんうん、うんうん、あるけど今回すっごいほんとよかったよね何かこれ普通常の番組してほしいなと思ったぐらいよかった、うん、いやマジでほんとそうね,ね定期的にっていうかほんと毎週でもいいよねうんうん最高最高、うん、でエンティームはさ まあ単独でファイアワークを披露とあとトラビスジャパントラジャさんとあのダンンススパフォーマンスコラボがあったよ、ねうん、なんかさトラジャさんとは言うても前回の「音楽の日」では絡みとしてはさその大人数すごい大人数のやつでしかなかったから本当にエンティームと「トラジャ」っていうのはさまあなかったわけじゃん。で今回さそのステージも良ければ裏側もめちゃくちゃ NHK のさ YouTube で見せてくれて、うん、なんかすごい満足度やばかったんだけど。 ねいや、そうなんほにさ、NHK ミュージックのチャンネルでさ、コラボの舞台裏側さ、あの、前編後編でさ、計10分ぐらい見せてくれて。<laughs> そうそう。だって、コラボ自体、賞味ほんと1、2分とか結構短かったけど、うんうん、裏側たっぷり見せてくれたからさ、すっごい楽しかったよね。 ねえ、よかった。なんかちょっとケイ君が若干人見知り感ある感じ。ってかみんな人見知りって言ってて、多分みんな人見知りで一応長男だから頑張って言うみたいなさ。<laughs> エイティムって可愛いなと思ったじゃん。確かに。ケイ <laughs> 君しかもさ、もう言っちゃうもんね。あの、人見知りなんで、うん、みたいなみんな人見知りなんで、<う>みたいな。そう。<laughs> まあなんなら滝がね、横ではーいとか言って <laughs>、はいじゃないよみたいな <laughs>、はいじゃないよみたいな <laughs>。<laughs> 確かに。いつものノリみたいなやつさ、出ちゃったみたいな感じだよね。そうそうそう。でもなんかさ、ああいうさ、ダンス コラボで、まあ1分ちょっとぐらいだと、1分とか2分ぐらいだと思うんだけど、なんかさ、それでもやっぱこういう風にちゃんとすごい練習するんだみたいな。しかも事前にもう振り入れというか、ちゃんとし終わってて、やっぱやるんだと思うと、やっぱさ、すぐさ、オタクってさ、でも私とかね、込みで、なんか既存曲、その披露する曲と、プラスもう一個なんかスペシャルパフォーマンス見たいみたいなとこあんねんか、<laughs> ちょっと。<laughs> <laughs> そうだねあるしやっぱこういうコラボなんてさもっと見たいしみたいなさあれなんだけど、うん、やっぱそもそもスケジュール合わせるの多分大変だろうしやっぱなんか結構時間かかるもんだから、うん、<laughs> やっぱこういうなんか練習とか得てやっぱこう合わせてくんだ大変だなって思ったりしたじゃんねいやわかるわかるなんかすごい欲深いからさコラボあれ意外と短いなえすぐ終わったじゃんみたいな感じだったんだけど ね、こんなにさちゃんと振付師の方もいらっしゃってこんなにさ細かくやってるって思ったらほんとごめんなさいってなったよね <laughs> そうなんそしてありがとうって思ったよね <laughs> めちゃくちゃいいやつそうほんと感謝うんそうえー、てかさかさトラジャさんってダンスお上手だって聞いてたけどほんとお上手だね私そこまで分かってなかったから、うん しかもトラジャさんさ曲よく言た私びっくりしたんあね。<laughs> あ<の> <laughs> えっと思ってなんか私が好きな感じのさテイストでびっくりしてさ「えめっちゃいいこれさ僕アメリカの方だよな」と思って作ってんのと思って。うん、うん、いやほんとそうそうキャン多分この丸今回披露したのがさキャンディーキスだと思うんだけどほ、うんと、うん、洋楽みたいな感じだもんね。そうでん初めて聞いたんだけど めっっちゃイケクと思って <laughs> なんかよくあるじゃんあの「エンティームが「エンティーム推しだとして、まあ、推しなんだけど推しだとしてなんかこういうさ特番みたいなやつに出たらそのいろんなチームのいろんなファンの人が見てくれるからファンになってくれるといいねって思うけど同じように「トラジャーさんめっちゃいい」ってなったわ <laughs> 私が今回こういうきっかけがないとさ、ね、聞く機会がなかったりするからきっかけがねねうん、うん、そうだ、ねうん、そういうのとってもやっぱいいよねやっぱこういうのってね、うん そそうそうなんか純粋にいいもの知れたみたいな感じあめちゃくちゃいいじゃんもうそれ NHK の方もすごい喜んでらっしゃっちゃう <laughs> <laughs> あとさコラボでさ急遽振りが変わってすごいハラくんが本当にしどろもどろみたいなもうすごい、まあ、たまにあるんですけどみたいな感じが可愛かった <laughs> そうだねまあなんかしかもハラくんってさなんかそういうなんかナチュラルにちょっと本音っぽいこと言うけど全然嫌味に感じんくてすごくないうんうんうんわかるわかる。 顔がいいからからなやっぱり <laughs> あとは、まあ、ちゃんと真面目に取り組んでるのが伝わるからだよねきっとねああそうだねうんうんあとやっぱかっこいいしねうんいや結局顔で挟んだんよ今 <laughs> 俺の俺の発言顔で挟んだんよ顔がいいで美獣 <laughs> <laughs> フォロー美獣みたいな <laughs> そうそうそう,そうちなみにさそこのパートさあの本番のやつその 春は滝、トラジャさんのやつの時さ、その滝のやつが結構ロック的なさ、その良さ出とって、すごい好きだった、うん。いや、わかる分かる、それで、ね、滝の良さ出とったね。そう、あの、なんかキャップ被ってた滝思い出した。めっちゃ。<laughs> ロックダンス滝。リュック担いで。リュック担いで。<う>森からやってくるやつ。<laughs> そう。<laughs> あの番組みんな森からやってくるんよ。<laughs> <laughs> そうか、そうか。そうなんか、トラジャさんとさ、ちょっと絡みっぽいやつで言ったらさ、やっぱ風くんと、あの、トラジャさんの。 松田さん、うん、<laughs> そんな言い方する人おらんよね、トラジャさんの松田さんっていう人。<laughs> おらね、トラジャさんの松田さん。さあ、松田健太くんね。うん。そう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 。<laughs> なんかそのさ、ちょっと風磨の顔面で見てるからかもしれないけど、すごいにこやかな感じがめっちゃ良くてさ、ここの二人。うん、なんか、癒し空間だった、私的には。 あー確かに確かにちょっとほんわか空気でとるねうんでも松田さんってあれなんでしょうちょっと私失念してたんだけどあの音楽の日のダンス選抜に入られてた方だからイコールやばいみたいな、うん、イコールラブみたいな感じでさイコールやばいじゃんあ,あーイコールやばいだようんだよねやばーと思って <laughs> すごい方じゃんと思ってでさらにやっぱさい君とあの宮近さんがこうなんか 練習風景だとどういうい感じにしますかふふわふわみたいなさなさんか、うん、こうやってニュアンスでやりますみたいなさ宮近さんが言っててケイ君ちょっと若干戸惑い気味だなって思ってたんだけど本番そういうのなんかもうスムーズスムーズだったねやっぱりいやそうなやっぱプロだったじゃんどっちもねえどっちもかっこよかったねあだってさこのリハーシスでさ合わせてる時はあそこのところさあえてタッチとかせずにふわふわふわみたいなさやってる振りみたいな時もあったもんね、うん そう,そうななんかあそこやんないんだと思ってさそのリハ的なやつだと、うん、だからあどんな感じなんやろうと思ってのもあれだったからその私あの録画組でさそのリアタイできてなかったから逆にこっちさっき見たんだよ <laughs> 本当に、うん、そうそうそう <laughs> なるほどだからねなんかそれがこうなんか本番でかっこよく本番で一気に決める感じとかがなんかそうい好きだったわうーんいやさすがだってじゃあどっちもでもなんかさ結構「n t ィー m メインで見てても そのもちろんトラジャーさんもそうだと思うんだけど結構その2個が真ん中に来たり前の方に来て真ん中に来たりとかセンターっぽい感じに来たりとか優、うんまあ、マくんがやっぱりいいところスチャーみたいなさパチンだっけ <laughs> なんかいいとこあったよねうん、うん、そうあったあったそうそうそう,そうなんかそういい,かんいいところを頂い,いてるなと思ってさなんかありがたかったじゃんあー確かにそうだねなんか決めるとこみたいなところはねエン n ィ i 真ん中のこととかも多かったもんねそうな,なんか嬉しいよね そもそもこういうコラボない中でこうやってやることがすごいけど結構見せ場が、まあ、全メンバーではなかったけど比較的多い感じだったからすごい良かったね。うん、いやそうだねてか確か今までなかったか。なんかその音楽の日とかダンク、うん ぐらいしかやっぱ浮か浮ばんもんもねそもそもがうんいやそうてかほんにそコラボ自体が本当にここ最近からの流れだもんねそうだだって去年の今頃全くなかったやろなんならいやなかったなかったなかったそうだよねで今年入って、うん、なんかあれだったんかねその例えば「エンティーム視点で言ったらさやっぱその「エンティーム学園しかり b e f i r ストは来てとかダンクとか,なんかこうじわじわさコラボしてんなーみたいな感じだったけど、まあ、例えば、IN、i n i、うん、b e f i r ストもそうだと思うんだけどじわじわコラボしてるなみたいな雰囲気あったけどいよいよ歌でもこう共演しだしてそのステージでも共演しだしてっていうのがほんと最近なんだけど、うん、なんか結構回数もさコンスタントにやるからなんか違和感みたいなのどんどんなくなってくるねやっぱり。わ、うん、かるわかるなんか,なんかこれが普通っていうかなんかやっぱり普通な感じになってくんかね うん、そううだと思うう、えー、いいことだねいいしかもさ今回何て言うんだろう「音楽の日」ってちょ正直アーティスト同士によってはなんか衣装の色が近くてどっちがどっちみたいな時あったじゃん <laughs> みんな白みたいな。 <laughs> <なんか笑>これ全然覚えてないんだけどそうなん <laughs> そうそうそう,そうみんな白じゃんみたいなもうちょっと衣装の違い出してくれた方が分かりやすいのになみたいなこと思ったりもしてたんだけど今回はさちゃんと「エンティ a m が白「トラジャが黒みたいな感じで割と分かりやすくてそういう見た目的にもなんか見やすかった分かりやすくて。確確確かか、ね、かに確かににね、うん、しかもさその投資で見た時に「エンティームがまず最初に「ファイ e w a ーク見せてくれてでその後ダンスコラボで「トラジャさんの曲っていうなんか ほんと一連の流れでさ、うん、なんかすごい確かに良かったねなんかシームレスな感じナチュラルにトラさんスに行ったみたいな感じも良かったね、うん、ああそうそうそのバトンつなぐ感じがね良かったよねうんいや良かったじゃてかそのファイアワーク」なんか日本語バージョンちょっと久々に聞いたわけだけどやっぱいいよねっていううん、ね、そうそうそうなんかこの夏はさ「ファイアワーク」と共にあったみたいなとがあるからうんそうだありがとう, <laughs> そうでもちょっと秋にもさ なんかどんどんさ深まっていくってかねもうさ日が暮れるのも早くなってきたじゃんうんそ,その中でちょ,っとちょっと久々に聞いたいんよやっぱり、うん、あの活動期間やっぱ落ち着いたからさうん、うん、めっちゃいいわやっぱりこの曲はうん、うん、いやそうだね聞いたおさん真っ先にいい曲っつったもんね <laughs> またまた言ってたもんね <laughs> そうやっぱいい曲ってなったもんそうだねあとさそのやっぱステージで行ったらなんかルネさんいらしたよね結構掛け声あって感動してしまった 確かにあのののイントロととここお名前呼ぶとこだよねそうそうそううんいらっしゃると思ってそうわかるだからちゃんとさその掛け声ももちろん決まっとるわけよ「ファイヤーワークっ」ファイワークって言うんよルネがうんうんうんそうなんかそれとかやられてる方いってうわあありがたーと思って頑張ってくれてありがとうございますって思ったわ確かに確かにだからちゃんといろんなファンダムの方からやっぱ集められた感じなんかうんでルネ棒振り回してる方とかやっぱもう見えたから あれルネボーっていうか。<laughs> <laughs> 言が。ルネボって言わんがんけ。<laughs> まあ、サイリウムってあのペンラーだよね。そうそうそう、ペンラルネボー。うん、そう、ルネボーも振り回しとったとちゃう、皆さん。うん、いい、いい、確かに、確かに、だから。エンディムもやっぱさ、そのファンの方いるってなるって、ちょっとホーム感も出るし、いいよね、嬉しいだろうね。うん、うんうん。しかも、なんか。なんか、この。なんだっけ。行った方のさ。レポみたいなやつ見たら。なんか、トラジャーさんとちょっと絡みとかあったっぽいね。 はステージ上でもっと。もっとなんか遠,遠くなのかな。うん、なんかスライディング土下座した。 っていうトラジャさんがね噂があってほんとかなちょ結構記憶で話すんだけどそんなそうされてたらしくてでも ANT もほら人見知りだし、うん、<laughs> なんかみんなびっくりしちゃって先になんかびっくりするような動きしてたらしくて、うん、だから戸惑っちゃってうまく反応できんくて勉強しますみたいな感じだったらしいんで <laughs> <laughs> ちょっと待ってトラじゃやり損じゃない 結構体張ったんじゃない <laughs> まあアクロバティックできる方々だもんね彼,ん彼だフード的に結構バラエティとかもやる事務所だからさやっぱりなんか体張ってリアクション取るみたいなのがさ結構培ってきてるから <laughs> その流れでやったら意外とが「e n t e a がすいませんみたいな感じだったから <laughs> そうそう真面目だからみんな <laughs> 真面目だから <laughs> えでも「エンティームの中だとすごいわちゃわちゃして可愛くて面白いにね うん、やっぱみんな人見知れないよ。うん、<laughs> しょうがない。<laughs> やっぱおぼっちゃまた立私立校だからさ、やっぱいいとこだから、ちょっとやっぱ外の世界とはまだ,、ね、だね。やっぱなんかあれなんか、これでも気のせいかな、ちょっと見つけられんかった、そのレポ。でも、あれだね、でもその番組は45分だからさ、さ尺が決まってて、あんまりトーク MC みたいなのはあんまなかったけど、でも、その実際はそういう絡んでるって知るのでもやっぱ嬉しいね。うん、そう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 。 以上でね、今回は、エンティメが n h k ミュージックエキスポに出演したので、そちらの話をしていったけど、いやー、本当に、ファイアワークもよかったし、コラボもよかったし、裏側の YouTube も最高だったし、なんかマジでよかった。うん、神番組だったね。いや、そうだね。私ごめん、ちょっと言い忘れてたんだけどさ、その、ビハインドでさ、あの、裏側的なね、トラジャさんとの、あの、マキがさ、なんか、韓国語、 勉強してますみたいなのをトラジャさんに言ったときに、よろしくお願いしますってどうやって言うんですかって言ってさ、チャールブータ・トゥリン・ミダーみたいな言ったときに、ウィジュがすごいチラチラ、はー、みたいなさ、うん、ウィジュがちょっと若干遠目で、近いんだけどちょっと遠目で、わー、みたいなのやってて、なんかすごい可愛かった。こう前に出すぎ、ね、ず、<laughs> いい感じで。ね、見守る、なんかちょっとリーダーみやっぱ出そってるね。 わあみたいなそうかわいくてああちょっと俺もあったあのさその練習中のちょっと合間の休憩の時なんかななんかちょっとエンティーのメンバーだけで集まっとって、うん、なんか「滝のほくろの夏の大三角形」とかって言っとンがすげえ面白かったよね <laughs> あそこすごいよね「ホンマルー!」と思って「滝沢」とか言ってなんか首の方にもあってなんか「滝沢」とかって言っとくて <laughs> 結構後ろではさ練習してるメンバーとか持ったりっかちょっと自由な感じがなんか面白かった。うんうん うん、そうだね、うん、あと滝座ってなんかいいよね <laughs> 滝にやるのがよくないその正座みたいなのが確かに確かにあとなんならさあの各チームもちろんエナイフンとかもそうなんだけどナプスさんとかもそうなんだけどあのボードにさサイン書いてくるところあったんねなんかそういうビハインドもまだあってそう撮ったんだけどなんかこう書くだけのやつでもこんな可愛いんかと思ってなんかさ「c ン,ン t v ライブライブも」ももちろん書くとこ映像流してくれてるけど話してるところは なんか、ストーリーとかに上がんなかったよね、確か。なんか、音が流れつつ書いてるみたいな感じだったっけ、あれって。うーん、そうだね。あんま書いてる時の声が入ってたかな、ちょっと記憶があれだけど、あんまなかった気がするかも。ね、あったらどうしようなんだけど、まあ記憶なくて。なんか、結構ちゃんと見せてくれてる感じがすごいありがたかったわ、ファン的には。そうだね。だって、エンティームだけでも、ほんと4分弱ぐらい、そのサインのさ、ビハインドだけであるもんね。そうなのそうだ、ね、そうなの、ねねね。なんか、すごい、書くだけなのになんでこんな可愛いんやろうみたいな。うーん。 ねえ、NHK って結構さ、そういう権利的な問題でさ、YouTube とかにあんま上がらないイメージ。まあ、最近ちょっとずつね、ショートバージョンとか上がってたりしたけど、今回パフォーマンスさ、放送あったものはさ、まあ、期間限定だけど上がったりとか、ビハインドとかもボリュームあるから、すごくいいよね。しかも、サムネもすっごい良くて。うん。 なんか因果みたいな感じなんだよ個人的には因果っていつもキラキラ結構白い感じの照明であわかる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 そう、うん、まあ言ってしまえ盛れるんよ因果のやつって <laughs> 因果のサムネイルね <laughs> 因果のサムネすごい盛れるんでだからそれに近い感じでめっちゃよくてなんか最高なんよえー、あとさごめんねもうこの「ミュージックエキスポの話で言いたいんだけどさ瀬渕先輩がさその「今明日世界が終わってもさ披露してくださったけど 先輩の曲マジ48見合って、イントロが。あのギターのさ、もい、うん、ーもももいーみたいなさ、ああいうのあって、マジで AKB オタのなんかあれがすごいザワザワしたんだけど、マジで。わ <laughs> かるわかる。小さわぐよね、これね。小さわぐ。だってさ、死ぬほどサイリム棒でさ、ああ、よっしゃ、行くぞーって言っとったんやから。 確かに。しかも、このイントロに合わせて、よっしゃ行くぞってやってみたら、すごい後って。<laughs> なんか、しかもあ、よっしゃ行くぞでさ、サファイヤー、ファイバーの後の、日ノちゃん、フェイフェイみたいなやつの2回ぐらい言えたやつだった。2>, <laughs> <laughs> 2回ぐらい言えるやつだった。と <laughs> ら、ヒーだ。そうそう。日本語のやつも言えるやつ。<laughs> あの、尺的に。<laughs> いや、最高じゃん。<laughs> そう。 やばい超絶可愛いまで言えるかちょっと今度検証してみるねそうだね <laughs> 多分言えると思う <laughs> いやなんなら結構そのやっぱ宇治さんが多分さ作られたっぽいんだけど、うん、宇治さんもう j ボッポ p o の理解深すぎやろと思って <laughs> びっくりしてすごいよねなんかもちろんさその韓国曲っていうかねえ世羅の曲 のかっこいいやつもすごいしこれ j p o p 寄りのやつもこんなになんか分かりやすく作れるんだと思ってねそう解像度高と思ってね理解ここまでしてないとちょっと作れみたいな、うん、もうなんかもしくはまあやっぱ日本じゃないと発売できんからやっぱやろうみたいな感じでやってみたんかなとかいろいろこう想像してさそ楽しかったじゃんうんうんうんそうだね、まあ、だからさ「エンキム」の次の活動が楽しみだよね,そうだね <laughs>